アキュラーはイスラエルのイスラエルミリタリーインダストリーズによって開発された精密誘導ロケット弾である。M270MLRS に搭載されたアキュラー -122,980 年代以降、イスラエル国防軍は一般市民への被害を避けるため都市部への砲撃作戦を中止していた。民間人への被害を出さずに砲兵部隊による作戦を遂行するためには、 公兵部隊の運用するロケット弾に精密誘導機能を付加することが必要と考えられ、アキュラーが開発された。合計 122mm のロケット弾グラドラーに誘導システムを搭載したアキュラー -122、合12計 160mm のロケット弾ラル -160 に誘導システムを搭載したアキュラー -160 の2種類が開発されている。 最大射程 40km、弾頭重量 20kg から 35kg で、いずれも GPS、グロネス及び INS による誘導機能を持ち、目標地点の 10m 以内に着弾する性能を持つ。アキュラーは IMI システムズによって開発された、送輪式自走ロケットランチャーリンクスのほか、M270MLRS など様々な、 発射システムで運用可能である。1970年代に開発されたラル -160 に誘導機能を持たせたもので、弾頭重量 35kg、最大射程 40km。イスラエル陸軍は、アキュラー -162 エンチャンテッドジャベリンの故障をつけ、リンクス自走ロケットランチャーに搭載し導入した。急素連製の 122mm ロケット弾。 BM-21 の近代化回収パッケージであるグラドラーに誘導機能を付加したもので弾頭重量 20kg、最大射程 40km。イスラエル陸軍はアキュラー -122 に路膜の故障をつけ M270MLRS に搭載し導入した。ありがとうございます。